今ご紹介いただきました江南市で活動しております江南市の小賀と申します。踊り子大丈夫そう、大丈夫そう、なんかごちゃごちゃしてるけど大丈夫そう、大丈夫ね。はい、じゃあ気持ち切り替えて。はい、今年のテーマ、川垂れ時、人と妖怪が交わる時間のことを言います。黄昏時の真逆になります。そこで、人間のお祭りに憧れ人間に混ざることを選んだ妖怪たち、それをテーマとしております。曲名をタワフレと言います。曲名の通り思いっきりみんなでタワフレます。どうかご声援手拍子よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではそう。最も暗い川垂れ時まで続いた祭り、暗い中では見分けがつかず、果たして彼は人か魔物か。ほうが川群れ始まり始まり、本当に人間です。